奈良町にある、大和伝統野菜の料理店 JA なら、県が運営する、全国最大の農産物直売所、まほろばキッチン大宮神社の新滑祭りに、開催される、放年校の品評会に集まった、地場野菜大和野菜とは、現在の奈良県で生産されている野菜のうち、奈良県農林部が、大和野菜と認定したものである。奈良県は、地形と気候から見て、 奈良盆地、山和高原吉野山地と変化に富む三つの地域に大まかに区分できる。太古の湖であった奈良盆地は全国有数の肥沃な土地であり、また、いずれの地域も内陸性気候で昼夜の寒暖差が大きい。このため味の良い多様な農作物が育つ風土に恵まれている。有史以来、山和国は国の中心であり、 784年に都が長岡京に移された後も大社寺が栄えたため、農産物をはじめとする物品が全国から集まり、土着化して食文化の中に根付いてきた。さらに、古代の灌え技術や、上理性、近世の田畑林間の成立とため池の構築、近代には明治三郎農の一人中村直造に代表される特農家の排出や、 奈良段階と称賛された生産性の高さ、そして現代2011年奈良県産、日の光の食味ランキング特営全国トップ3、獲得に象徴されるように、大和国は常に農業先進地であった。奈良県内では、このような大和国の風土と歴史、文化に根差した多種多様で個性的な在来野菜が作り継がれてきたが、栽培や収穫に手間がかかり、 大規模生産と流通に向かないため、高度成長期以降、一般的な品種が栽培されるようになっていった。奈良県農林部は、1991年5月、伝統野菜産地育成検討会で、大和マナと宿大根の取り組みを開始、翌92年には、宇田ごぼう、丸、那須で、奈良県経済連に補助を決めた。これらの取り組みは一旦立ち消えになったが、 2002年に、川西町商工会が、血先根深の復活に着手。2004年には、県が、大和野菜振興対策事業を策定し、農家の自家需要など地域で大切に、自家採取されてきた、固有の伝統野菜を次の世代に残して発展させ、産地の地域を越し、地産地消、大都市県向けの地域ブランド化、観光、飲食産業への活用。 遺伝資源の保存などにつなげるという観点から、2005年10月5日に、在来種である、ヤマトの伝統野菜10品目と栽培等に工夫を、加えた、ヤマトのこだわり野菜4品目を、ヤマト野菜に指定した。以後、全時追加指定され、2014年末現在、ヤマトの伝統野菜20品目、ヤマトのこだわり野菜5品目となっている。また、 指定されていない、在来野菜も、約30品目確認されている。奈良県農林部により、と、定義されている。うだきんごぼう根ゅ平だ熱こんかたひらあついれんこんはじまいも、ヤマトマナセンスジみなケツさき、根ぶかヤマトきなしもきた春マナな、ひもとうがらしむらさきとうがらしおおごんまくはやまとさんしゃく、きゅうりやまとなすくろたきしろきゅうりこしが花苗が、 南白随き奈良県により、栽培や、収穫出荷に手間をかけて、栄養や、美味しさを増した野菜や、本県オリジナル野菜などと、定義されている。朝鳥野菜大はッサム熟ほうれん草大和、太ネギ香りごぼう半白きゅうり大和白ろ上がり、大根今市株奈良坂人参つくね芋カラス葉、も、ず芋、随こい芋どうかわいも山と細ネギ茶わかくさほうれん、そう、花丸きゅうり、 山と小菊かぼちゃ仙なりかぼちゃ銀幕はぼん天下腰売り、マトスイカ山と盆長ナスドイツ豆十八豆、続マと一寸空豆、山とわせ空豆薄いエンドウウダダイナゴンショーズ、ウダダイズオーデッポウダイズザイラヤオダイズシロ、トロス山と陶器の瀬川わさは、わさび白きゅうりコラフク。ありがとうございます。